オリックス、山本、宮城の最強ローテで来てしまう。オリックスが2年連続日本一へ、 V 率 100% ローテで臨むことが24日分かった。本拠地京セラドームが舞台となる28日からの日本シリーズ1戦目2戦目は山本由伸、宮城大弥の順で先発予定。頼もしいのが山本、宮城の並び。今季の宮城は11度、エースの後に先発し6勝1敗の高勝率を記録している。開幕2戦2勝したチームは36度のうち28度戦いを制し、球団では3度すべて日本一に輝いている。阪神さん終わった。こんなん6戦7戦目も山本宮城やろ。村上大竹で阪神勝ちやん。山本宮城を引き分け甲子園で3勝でいい。前回の内容を見てたら山本も本調子じゃないやろ。山本はもう疲れが溜まってボロボロやし、宮城は打ててまうし5点ずつ取るやろ。山本大阪神打線の一戦に楽しみだわ。山本ロッテで普通に打たれてたや。初戦ノーノーされそうや。2戦目2安打目標やな。サトテルはオリックスと相性 A から飛ばすで。なんでオリは150声が次々出てくるんやろな。阪神は村上大竹やけどオリックスで。紅林杉本頓宮離脱の可能性ありなんやったらさすがに阪神の投手陣崩しせん気がする。杉本は代打か DH やろう。森が1点ぐらい取ってくれるやろ。阪神が打てるかどうかだな。去年対昨年の交流戦で勝ってなかった。山本はポストシーズン苦手だから。ご視聴ありがとうございました。話題の野球情報をお届けしていますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。